道順会アパート。道順会アパートは、財団法人、道順会が、大正時代末期から、昭和時代初期にかけて、東京、横浜の各地に建設した鉄筋コンクリート作り、RC 作り集合住宅の総称である。道順会は1923年、大正12年に発生した、関東大震災の復興支援のために設立された団体であり、道順会アパートは、 耐久性を高めるべく鉄筋コンクリート構造で建設され、当時としては先進的な設計や装備がなされていた。関東大震災では木造家屋が密集した市街地が大きな被害を受けた。東京府と横浜市が震災前に建設した鉄筋ブロック作りの集合住宅の事例があり、不燃の集合住宅の必要性自体は震災前から すでに認されており、不燃の鉄筋コンクリート作りで住宅を供給することをその目的としていた。近代日本で最初期の鉄筋コンクリート作り、集合住宅として、住宅史、文化史上、貴重な存在であり、居住者への配慮が行き届いた、きめ細かな計画などの先見性が評価されている。なお、先行事例としては、1916年以降に建設された、 軍艦島の集合住宅群がある。1924年、大正13年から1933年、昭和8年の間に、東京13カ所2225戸、横浜2カ所276戸のアパートが建設され、同じくコンクリート作りの猿江浦町共同住宅140戸も建設された。電気、都市ガス、水道、 ダストシュート、水泉式便所など最先端の近代的な設備を備えていた。大塚女子アパートは、完成時は、エレベーター、食堂、共同浴場、談話室、売店、洗濯室、屋上には、音楽室、サンルームなどが完備されていて当時最先端の、独身の職業婦人専門の居住施設だった。居住者として想定されていたのは主に都市の中間層。 サラリーマンなど、だった。また、職業女性向けのアパートや、スラム地区対策、不良住宅改良事業として建設されたアパートも、あった。最初期の中野郷アパートの設計は、東京帝国大学建築学科教授、内田正造、道順会理事の研究室で行われ、岸田秀人が関与したという。その後本部組織が独立してからも、建築部長を務めた。 川本良一をはじめ、鷲津正、黒崎秀夫、告げ吉夫、時立人ら、内田の教え子たちである、東京帝国大学建築学科出身者が多く、在籍した。建築非芸術論で知られる野田俊彦も、人敷き食,食卓として、席を置き、大塚女子アパートの設計に関与した。1941年、昭和16年、戦時体制下に、 住宅営団が発足すると、同巡会はこれに業務を引き継いで解散した。大東は戦争末期の1945年、昭和20年5月、アメリカ軍による東京大空襲で、山手地区は激しく被災したが、街路樹が全焼した表参道では、同巡会アパート前の毛焼だけが焼け残り、防火壁としての同巡会アパートの機能を実証した。日本の敗戦後に、 住宅営団が解散すると、東京都内の同巡化アパートは、東京都に引き継がれた。それらの大部分は後に居住者に払い下げられた。大塚女子アパートの場合は個人に払い下げると、男性が住むようになることを懸念した住民の要望を受け、都営住宅として存続した。一般に、同巡化アパートと、通称される主なものは次の16カ所である。うち15カ所は、 都市生活者の利便のために用意されたアパートメント事業によるもので入居者は一般募集された。猿江浦町共同住宅は休品を目的とした不良住宅改良事業によるもので横浜南大田、日暮里にも木造ながら同様の共同住宅が作られた。前者が主に階段室型住居構成であるのに対し、後者は主に語るお菓子が採用されたほか、 社会福祉施設の前輪館が付設された。同巡会アパートは老朽化のため順次、建て替えが進められた。歴史的建築物として、大館山、青山、大塚女子、江戸川などでは取り壊しに際して、保存運動も起こった。しかし、老朽化に伴う建物の劣化の著しさと耐震性などの建物機能の問題で住人にも建て替え希望者が多かった。 立地条件が良い場所が多く、高層化することにより個人負担なしで、建て替えが、かなど、建て替えによるメリットが大きいと考えられたこともあって、保存は困難だった。1999年には、日本の近代建築20選、ドーコミューも、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築にも選定されている。最後に残っていたミノワは2009年、 平成21年、上の下は2013年、平成25年に取り壊しとなり、すべての同巡回アパートが姿を消した。跡地が大規模に再開発された事例として、大館山アパート跡地に2000年、平成12年に完成した、大館山アドレス、青山アパート跡地に2006年、平成18年に完成した、表参道ヒルズなどある。 大館山アパートの部材は、都市機構の集合住宅歴史館、八王子市に移設され、室内が復元されている。また、青山アパートは、表参道ヒルズにおいて、東端の一棟が、安藤忠夫の設計によって外観が、忠実再現され、同循環として、商業施設の一部となっている。江戸川アパート取り壊しの際には、部材を、 江戸東京博物館に移し室内を再現するという新聞報道がされたが実現しなかった。括弧内は住んでいたアパート名など、住人ではないが縁の深い人物、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。